寄せ棟作りは建築物の屋根形式の一つで四方向に傾斜する屋根面を持つものを言う。講義では同様の屋根を持つ建物のことを指す。屋根の形式を指す場合には単に寄せ棟ということも多い。四中とも言う。日本では切り妻作りに次いで多く用いられている形式である。フランクロイドライト設計のダーウィン・ィー・マーティンってせセム作りは 世界各地の住宅などで見られる一般的な屋根の作りである。日本では最上部に大棟を持ち、長方形の平面である屋根を日本語で寄せ棟作りというのが一般的である。歴史的には東日本に多く見られ、古代には東屋と呼ばれた。明治時代の一時期には法業作りも混同して呼ばれていたことがある。 典型的な構成の寄せ棟作りの屋根は、四方向に勾配を持ち、長方形の平面で、妻側の三角形の屋根と、平ら側の台形の屋根からなる。四肩に傾斜を持つことから、切り妻作りと比較して、雨の流れが良く、雨じまいに優れる。その一方で、屋根部に垂直面がないために、切り妻作りや入りもや作りと比較して小屋裏の換気が悪くなりがちである。また、 複数の寄せ胸が組み合わされて複雑な形状の屋根が作られることもある。ありがとうございます。